開きかっこホノルル、米ハワイ州4日イコール前原淳とじかっこ広島田中広田少内野州、28がレジェンドに並ぶ記録達成を誓った。シーズン中ダイヤモンドを失踪した広島の切り込み隊長は、優勝旅行先のハワイではダイヤモンドヘッドに登った。光り輝く日の出を見ながら来季、輝かしい実績を残した王、福本。 一郎ら偉人たちに肩を並べる3年連続百得点を目指す決意を固めた。得点者という、黒子に徹して、チームの三連覇に貢献する。まだ薄暗い朝6時過ぎから、田中は足場の悪い道や階段を登り、ハワイの日の出を拝んだ。きつかったけど、登ってよかったワイキキを望むハワイのシンボル、ダイヤモンドヘッドの頂上で、トップバッターとしての決意を誓った。 3年連続100得点することが目標それが一番の仕事。僕だけでは100得点はできない後ろを打つ選手に助けてもらいながら、やりたい。広島3連覇の鍵を握る一人である、打線の切り込み隊長の覚悟は固まった。今季、一番としての役割を全うした遊撃手としては球団初の2年連続フルイニング出場。 盗塁王と最高出塁率の2冠無理を獲得,得点105得点で、リーグトップの得点数を誇った打線を牽引した。ベストナインにも輝く働きだったが、黒語に徹する役割でもある。一番打者は目立ってはいけないと思っている。目立つのは3、4、5のクリーンアップでいい。僕は得点を稼げればいいシーズン中はお立ち台を拒むこともあった。 今季ダブル受賞の盗塁王と最高出塁率を北木も続けて取ると、一郎以来の快挙となる。だが色気は出さない、最高出塁はおまけだったので、そこは一番で追い求めるのは難しい。出塁率が高いに越したことはないんですが、やっぱり盗塁の数を意識しながら、得点の数を意識しながらやりたい。得点こそ、試合の勝敗に直結する今季はチームメイトの丸に譲った。 連名表彰のない、得点王にこだわる。昨季から続くシーズン100得点を来年も継続し、3年連続となれば史上7人目となる。王、福本、一郎、松井秀、青木、山田と、早々たるかおぶれが並ぶ。黒子に徹してきた広島の切り込み隊長も来期、その名を休止に刻むかもしれない。